ではですね、左横しがいたいということなので、直していきたいと思います。全部左側が痛い感じですか？はい、そうです。全部左側が痛い感じです。はい、で腰はいつ頃からですか？もう結構前からで、はい、もう多分5、6年前くらいからだと思います。5、6年前。はい、何かきっかけありました？一回ひっくり腰をやって、はい、でまたその後に2、3年くらい前に、2年くらい前にぎっくり腰をやって、うん、そこからですね。なるほど。で、膝の方は？膝はもう10代の時、20年以上前に一度、はい。そっちも先やった？そうです、そうです。はい。膝をして、はい、それからですね。それから。はい。あと他は？あと他は首は時々なる感じですね。うん、毎回ではなくて、こう日々痛いわけでもなくて、時々こう痛くなる。痛くなっちゃう。はい。うん、全部もう左側だけ。はい。右側はなんともないですか？右側は特には、はい、ないです。うん、ちょっとチェックして。はい。ちょっと深めに座っていただいて。はい。うん、結構背中も来てますね。うん、で背中見てみると逆に右の方が張りが強いですね。うん。うん、やばい。すごいカッチコチだけ。手はそんなに左右差ないですね。はい、ただ回線がもう肩骨が左側が動くんですけど、右が動かないっていう、ね。うん、痛みをこう補正している可能性もあるので、認識してみると欲しいですよね。こっちの方行きやすくないですか？行きやすい。行きやすいですよね。はい、だから全体的に右側が、うん、針が強いっていう状態ですね。はい。ちょっと倒せます。倒しにくいですね。はい。こっちは倒しやすいですね。はい。うん、っていうような状態になっているので、うん、で、今、ふとした瞬間、痛みとかって出ます？もし。今は出ます。出ます。はい。どういった時に出ますか？そういったとき、仕事が終わった後とか、夜出ることが多いです。なるほど。はい。ちょっと仰向けになってみましょう。はい。はい。もうちょっと左右差ありますね。はい。うん、こっち倒せるんですけど、こっち倒しにくい。はい、うん、足もちょっとむくみありますね。はい。で、骨盤も硬い。横開かないですね。なんか結構力入っちゃうの分かります？あ、はい、分かります。まだでも右の方が開きやすいんですけど、左側が、抵抗かかりますね。うん、そうですね。うん、ちょっと股関節周りがもう少し動き出すと、ちょっと痛みとかも良くなってくる可能性が高いですよね。もう全然回らないですよね。うんうん、動きもこうキクシャクしてるんで、うん、この辺が一つポイントかな。骨盤自体はそんなにこう傾きはないので、はい、うん、足の方の問題があるかもしれないですね。膝は顕著ですね。右側はこう、はい、伸ばしていくと、はい、遊びがあるんですけど、うん、こっちはないですよね、はいはい、ちょっと嫌な感じします。嫌な感じします。はい、こっちはまだこう遊びなんですけど、はい、もしかすると、これ20年くらい前の、こっち側が原因かもしれないです、はい、はい、うん、あ、足を上げてみても、もうこの辺から詰まってきますね。はい、うん、こちらは上がりますね、はい、60くらいの頃は。こっちは30度くらいから、だいぶね、うん、高みが出てくるんで。で、まずは、この辺の全体の全体的にはちょっと良くないですね。
上は首は結構家畜したんですけど、はい、頭はそこまでではないですね。首が家畜ですね。頭痛とかないですね。頭痛あるときあるときあります、はい、なんかこの辺がちょっと問題になってるんですけど、うん、多分肩周りの感見ていくと、うん、ちょっとやっぱ腰か下の問題が、うんうん、首で補正してる可能性がちょっと高いので、うん、ちょっと調整していきますね。はい。頭入ってこの枕は使ったことあります？あります。はい。これでどこまでこう柔らかくなってますね。うん、ただ日々のこう疲れとかも影響してるんですよね。うん、ちょっと昔扱ってもらった時と少しこう変わってるんで、はい、仕様が、うん、はい、まだちょっと効果も良くなってるんですけど、さっきのギクシャクしたのも動きやすくなって、はい、足上がりますね。ちょっと循環とは疲れが溜まってて循環が悪くなってきてるっていう部分もあります、ね、はい、ただやっぱりさっきこう硬さがさっきの顕著に出てるんで、はい、ちょっと今、ね、見ていただいてますけど伸びてないの分かりますか、うん、結構こう右は伸びてるんですけど今これ伸ばしてる感じします？しないです、はい、なんか詰まってる感じします？はい、曲がってる感じ、曲がってる感じします、はい、曲がってるんですよ、曲がってるだから多分伸ばせないですよね、はい、うん、だから多分古傷が影響して腰に来てる感じがするんで、はい、この枕である程度呼吸してもらってる段階でも循環してるんで、枕外しても、はい、もうキュッと上がりやすくなってるし、うん、膝はすごいですね。ちょっと起き上がってみましょうか。はい、そちら、はい、だいぶもうまっすぐ座れてますね。右の肩甲骨も動きやすくなって、ちょっと両方だいぶいいですね、うん、ちょっと立ってみていただいて、はい、腰とかどうですか？まあ、でもなんか違和感がないですね。ない感じします、はい、うんうんうん、足もないですね。ちょっとやっぱり足から問題としてはいろいろ発生していた感じがしましたね、はい、うん、OK です、はい、これで様子見ていただくのでありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、すごいすごいつきますね、うん、つくようになりますね、ありますこんな一瞬で、はい、ということで今腰痛とかですね、主に、左側の症状が出てましたけども、やっぱりこう探っていくと表向きのその枕で改善する部分と、あとは深いその20年くらい前にかかってきた、膝の問題っていうのが連動して起こってきたりとか、あとは美容師さんなので右手の問題とかもね、連動して起こってたっていうふうな症状でした。はい。